クタイ王国は、4世紀末から5世紀初め頃にかけて、現在のインドネシアのカリマンタン島東部、マハカムカワカリのクタイ周辺に栄えたヒンドゥー王国。クタイ王国の様子については、ムワラカマン遺跡から出土したユーパと呼ばれる7つの、石中碑文で知られる。クタイの王であるムユラバルマンが、動物などの犠牲を捧げた儀式を記念して建てた、これらの碑文は、死として、 サンスクリット語で刻まれた。碑文の記述から、句体の最初の王はクドゥンガで、次の王はその子アシュバ・バルマン。また彼の元の名は、ワムサカルタ、家族を形成するものだということが読み取れる。バルマンというサンスクリット語由来の名前より、この王の知性から、ヒンドゥー教がインドネシアに入ってきたと考えられる。 クタイ王国ムーラバルマン王の石碑碑文の記述には、ムーラバルマンが、いかに信仰心の厚い人格の優れた偉大魔王で、あったかが示されている。また二万頭の牛を捧げて、バラモンが祭祀を行ったこと、王朝の創始者は、王の父やアシュババルマンで、彼の元の名は前述した通り、ワムサカルタと言い,い、三人の息子がありその一人が、ムーラバルマンであったことを記す。 そうしたサンスクリット語の使用は、インドの影響が強くパラバーサの影響ではないかと言われてきたが、クタイとジャアワのタルマヌガラ王国の碑文は、碑文に用いられたブラーフミー文字が、縦線の書き始めにボックスヘッドと呼ばれる、四角い穴ができるという特徴を持ち、デカン高原のカダンバーサで用いられた書体であることが、最近の研究で判明している。 クタイ王国の年代はこの日分の時代より4世紀末から5世紀初め頃の間であることが確定している。クタイの繁栄は当時の商業上の交易ルートがマカスサル海峡を通っていたことを示唆し、インドからの船はクタイに寄港しフィリピンを通過した後中国へ向かっていたと考えられる。なお、直霊などを石の記念碑に刻むという習慣は インドネシア独特のものであり、巨石伝統と呼ばれ現在も型を変えて続いている。ありがとうございます。